私服です。私服です。はい、私服のコーナーです。私服動画のコーナーです。はい、どうですか今日。やっぱり気になるのはあのメガネですかね。なんか老眼ですかって聞かれたんだけど老眼の人って普段かけるんですか。見るときに。見るときにかける。あ、でも老眼は老眼です。見えにくくなってますけど、はいはいはい、これはもう伊達メガネでございます。はい、アクセントとして入れるみたいな感じです。今日はチョコレート、ホワイトチョコレート。そうでしょ、見切り発車 で今チョコレートからちょっと出ましたね。なんだろうね、なんかチョコレート2つ並んだだけですからね。チョコレート、チョコレートです。チョコレート、チョコレート。はい、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、ミルクチョコレート、はい、のファッションです。今日は秋ですから本当コート着たいんですけど、今日はちょっと暖かめの秋なんで、まあ、いつでも着られるようにコンテのカーディガンを、はい、まあ、肩からかけてもいいし、こんな感じで腰に巻いてもいいしっていう感じです。今ね、うん、カーディガン論争で、はい、どうなってるんですか。肩からかける、腰からかける、あ、斜めにかけるみたいな、うん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 、でも、もうもはやどれもありなんじゃないですか。どれもありですね。なんかあのこれとかはあまり大きいカーディガンじゃないんで、こうしちゃうとなんかちょっと戦いに帯をギュッと締めた感じ、はい、なっちゃうんで、結構大きいサイズのカーディガンだったら斜めにこうギュッとやってもいいんでしょうけど、私のこれはちょっとちっちゃいから、まあ、肩か腰ももう別に巻かない人もいっぱいいるんでしょうけど、なんかたまにやりたくなるんですよね私。アクセントでなんかベルトを巻く感覚みたいな感じでやりたくなるなっていうのありますね。まあ、色目的には白と茶色なんですけど、このバーガンディを入れまして、でちょっとメガネの黒で締める。で今日はゴールドじゃなくてシルバーです。これもシルバーです。4とね、コンテさんの、コンテさんってうちですけどコンテのコラボでございます。エルメスのヴィンテージでございます。かわいい、はい、こういう感じでつけております。で靴はちょっとなんかとんが出てもう汚れてきましたが、ほぼほぼ先っちょ指が入ってないなんか何回もつまずいてます、はい、何回もつまずくんですけど可愛いから履いちゃうっていう、なんかそういう靴です。何かありますか他に。まあ、一応ぐるりはやっておきますか。あ、そうです ね、まあ、別にもうぐるりももう慣れたもんですからね。もう大したね、ぐるりでもないんですけど、うん、はい、このスクエアが可愛いんですよ、ね、はい、普通なんか V か丸首になっちゃうんですけど、ちょっと女らしく開けてるもので、まあドシンプルですけどバナナパンツ的なに合わせることでちょっと男っぽさとカジュアルと綺麗めのミックスみたいになればいいなっていう思ってます。はい、靴論争ですけど、今日はちょっと尖ったものですが、これ日によって今の格好だけど靴は変えるみたいなあるんですか。 あります、あります。靴の格好とはセットなのか、それともその日の気分で靴が変えるのか。なんか雨の日だとそれによってこうパンツを変えなきゃいけないなとか思ったりね、スニーカーに合うパンツを履いたりだとかしますし、最近はヒールを履かなくなりましたけど、もうこれがだんだんブーツになってくるんで、旅ブーツを履いたりだとか、そういう風になってくるとまたちょっとこう合わせ方が変わったりっていう感じですかね。靴でいつも悩みますよ。なんか上決めてもあれこの靴でいいのかなみたいな、で、あ、この靴だとバッグの色合わないなとか、靴とバッグを意外と合わせて買っとくとそのセットみたいになるんで、そうか、迷わなくて朝迷わないなっていうのはなんとなく最近思ってます。ちなみに朝は何から選ぶんですか。カバンを買った日はカバンから、うんうん、で靴を買った日はその靴に合うとか、うん、ですけど冬になってくるとやっぱニット、うん、このニットに合うのは何だろうみたいな風に結構考えますね。で、なんか足りないなと思ったらもうとりあえずメガネ、もうメガネかけとけばとりあえずっていう。やっぱりね、顔がぼーっとしてくるんですよね、年取ってくると。ほんとみんな骨格です、多分。なんか垂れてくるんでしょうね、なんかはっきりしないになってくるんで、なんかこう一個一癖入れるといいのかなと。ちょっと締まる感じがある、ね、そうですね。洋服が結構コンサバになっちゃうので、私のファッションって、はいはいはい、ちょっと攻めのものをこう入れとくと、うん、コンサバのお利口さんにならない、お利口さんにならないっていうのがテーマ、これコンテのテーマでもあるんですけど、お利
口さん風に見えて実はお利口さんじゃないっていうところをちょっと伝わってます？伝わってますか？ちょっと反応がちゃんと勉強も大丈夫ですか？はい、そう、外しを入れたいってことですかね。なるほど。これからちょっと寒くなってくると思うんですけど、はい、今年の秋はこういうのちょっと挑戦していきたいなとかファッションありますか？でもほらもうさ準備は整ってるじゃないですか。まあ買ってありますからね、いろいろね、コート、はいはい、靴、うん、ブーツ、それがどういう風にミックスされるのかなみたいな。だからなんかこういう格好っていうのはそこまでないんですよ、いつもと変わらず。あ、じゃあこのシーズンに秋こういうアイテム買ったから、うんうん、このアイテムに合わせてこういうファッションしようみたいな。そうですね、そうですね。なんかあんま暗くならない感じがいいなとか思ったりしてますけど、まあ、交互期待。いやいや、その期待しないでください。いや、自分で言ったから。僕ら何も言ってないから。違う違う。期待しないでください。適当に多分楽しむと思いますけどね。撮影の時期的にも、まだちょっとなんか暑い秋って感じじゃないですか。いや、そうですよ。今ファッション結構難しくないですか？いや、難しいですから、もうとにかく色と、なんか薄手のもうカーディガンとかを持っとくと、ちょっと首にそれを巻くだけで、秋の感じが出たりだとかするんじゃないですかね、多分ね。なので、まあ、色プラスちょっとハイエージのニットを持っておくとちょっと暑い日があっても秋感は出るんじゃないかなと思います。あとネイルとかね、ネイルをちょっと秋感出すとかするとすごくいいかも。リップの色とかね、そういう感じで。あとはもう色合わせ、茶色とベージュとかちょっとバーガンディ入れるとか、そうするとちょっと秋っぽいのかなみたいな空気が出るんじゃないでしょうか。ちなみに夏用メガネ、はい、冬用メガネみたいなメガネはでもないですよ、はい、サングラスはあんまかけなくなるけど私は、はい、冬場の方がメガネが多くなるかな、うん、この間登場したあのメガネとか、はい、まあ、こういうちょっと黒縁のメガネとかっていう感じですかね。あ、ちょうどゾフでコラボしたんです、メガネを。あ、そうなんですか。はい、エミリーと、あ、ゾフ、ゾフで、ちょっと太いメガネとかちょっとこう女っぽいゴールドの縁のメガネとか作ったんですよ。10月の半ばぐらいにインスタライブをやってウェブ発売して、まあ、11月に売るみたいな、ね、なのでちょっとそれも YouTube 撮れたらなと思ってるんで。メガネもあるんですか？あります、あります、はい、それもやりたいなと思っております。はい、ついにメガネにまで手を出し始めた言い方が、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当メガネ作りたかったんですごい嬉しいなと思ってます。チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してください。